花は散りゆく東の都、桜は惜しくも花より団子、花も腹をも満たせぬものか。新潟新食、上越至極、飯がうまくて強越至極、武士飯、越後の国編、海鮮手打ちラーメン昇竜、がぜん楽しみじゃな。え、それ拙者の凄まじい鍋さばきじゃ。熱くないのか天使よ。二人がかりではないか。うまい。新潟県小千谷市。新潟県のほぼ中央、中越地方に属している。毎年9月に片貝地区で行われる片貝祭りの花火大会は、世界一の大きさを誇る四尺玉の花火が上がることで有名である。非常にのどかで落ち着いた町じゃ。越後遠征、記念すべき第一号店はどこにするかの。こっちはまだ桜が満開じゃの。美しいものよ。ここに決めた。ちょうど搬入時に開校した。忙しくも活気がある様子じゃ。手打ちラーメン昇竜、がぜん楽しみじゃな。食い尽くしてみせようぞ。いざ参らん。はい、いらっしゃいませ。やはり活気がすごいではないか。厨房を囲うように席があるのか。作るところが見れるのは嬉しい。活気どころか勢いもすごい。早朝から常連さんも来ておる。頼む。お決まりですか。わからん、任せる。わかりました、任せてください。頼む。戦いののろしが上がったわ。え、それ拙者の。すさまじい鍋さばきじゃ。ガンガンに埋められていく。熱くないのか天使よ。このマスラオぶりな動き、目が離せん。ずっと見てられるのこりゃ。量がえげつない。うまそうじゃ。どんどん乗る、どん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 乗る。二人がかりではないか。
正気の量ではないわ。ネギ豚山本山バージョンなる一杯。あらゆる肉がたっぷりと乗っておるわ。スープは見たままに味噌であろうの。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。40分じゃ。うまい。コクの強い味噌じゃ。湯気がすごいの。うまい。肉厚ながら柔らかい。噛むごとにうまみが出てきよるわ。程よく縮れた麺に濃厚な味噌がよく絡んでうまい。柔らかめの仕上がりなのもよいな。肉団子はいかに。なるほど、うまい。甘辛くしてあるのか。味噌のスープによく合う味じゃ。麺も具も重いぞ。掘れば掘るだけ湯気が出てきよるわ。これ一生湯気が出続けるのではないか。味噌の味が良い。この味噌にはこだわりを感じる。味噌の甘さやコクがありながら、豆板醤のようなしっかりとした辛さを感じる。そこにこれはニンニクか。がっつりした味わいも飛び込んできよるわ。崩れるほどに柔らかい角煮。柔らかい。柔らか村の村長か。脂身の柔らかさと甘み、肉質はほどける柔らかさがありながらも噛み応えがある。旨辛味噌の汁がよくよく染みててうますぎ献身。思えばここは越後の国。越後の竜と謳われた上杉がおる国。
うますぎ剣心を連発させてもらおうぞ。うますぎ剣心、うますぎ剣心、うますぎ剣心。現代の越後の竜、サノッチなる者が隣についた。え、一人前はその大きさなの？差がすごすぎ剣心。サノッチなる男、うまそうに食い寄るわ。わかるぞ、熱々でハフハフしながらすする感じ。いいね、その感じ。すするのがシンクロしておるわ。熱いパージじゃ。よし、いつまでも惚れそうなほど底が深い。濃厚味噌のおかげで底が見えんからの。具材もどれほど埋まっておるか。サノッチ殿が味変をしておる。拙者もいつ味変に入るかじゃな。熱くて辛いでの汗が止まらんわ。越後に来て早々こんなにも食と真剣に向き合うことになるとはの。これは試されておるわ。まさに優越。試すだけ試すがよい。拙者は食い切ってみせるわ。この男もまた味変に見入られた男というわけじゃな。拭いても拭いても冷めぬではないか。デカ盛りならではの食っても食っても減っている気がしない。むしろ増えているゾーンに入ったの。越後でもこのゾーンなるものに入ることになるとは。どこに行っても日本人はデカ盛りが好きじゃの。いいやつから先に行くものじゃからな。サノッチ殿はいいやつなのであろうな。この味噌の底が知りたいと言って借りたこのお玉。さてこのラーメンに底はあるのか。ひとまず食べやすくなったの。
まだいてくれたのか確認を。まったくうまいやつよ。全身汗だくじゃ。もはや拙者から出汁が取れるわ。ははは。案外まだまだ具沢山じゃの。しっかり救ってやらねばの。好きなものを最後に残すことも変わらず、こたびはこの肉塊じゃ。そこにまだある気がする。あまりの凄さに笑けてきたわ。完食じゃ。いやあ、熱くて辛かったの。店主も店員も常連さんも応援してくれる、あったかい店じゃ。まだまだ武士飯、越後の国編は続く。乞うご期待じゃ。